ヒバニーニックネームをつけますか。はい、何にする、ヒバニーの名前。ラリ、ラリオでいいか。ラリオ、もうインスピレーションで。嘘嘘嘘。あーちょっとあれ、ライバロリさんのパクリになるけど、じゃあ矢印で下になったポケモンにするわ。3、2、1、ポン、ウサミン。じゃあウサミンで。マジで言ってんの、ウサミンって何。もう俺らしからぬって、この方式やめよう。ウサミン、ニックネームつける。まあこれシーナっしょ。うん、なんか顔がね、欲しがりって感じしてる。はい、シーナを手持ちに加えました。でも手持ちには入れたくないな。ニックネーム何にする。なんか司っぽい感じもあるんだよな。司っぽいけど何にする。まあ焼いたし焼き鳥にするか。そうだな、焼き鳥で。焼き鳥を手持ちに加えました。なんかコンビニで買った帰りみたいな。なんだこいつ、アゴジムシ。最強ポケモンでしょこれ。絶対誰も愛さないでしょこのポケモン。俺が愛してやるよ、アゴジムシ。溶けたんだけど、アゴジムシ。ちょ待って、アゴジムシ捕まえたい。俺が愛してあげたい、あいつ。どこ、これか。やった、アゴ来た。これは剣持ち翔也なのでは。アゴってついてるし、みんなつけそう名前、剣持ちって。トウヤ、トウヤ。呼びづらいな、トウヤ。メスで草、うぞ。まあ一緒、メスでも。こいつ絶対いいポケモンなんないよな。なんだっていいんだけど、サッチムチし。うん、なんだお前。あー可愛いかも。クスネだって根性が俺に合ってる、こいつ多分。あって燃やすぞ。お仕置きが必要なようですね。燃えろ。押し切れ、くすねるんだぜ。ピースガッサン、くずね、くずね、ルパン、ゴエモン、キツネうどん。あ、常習犯いいな。ジオウシユウ犯、あ、入んねえわ。前科一犯、あーダメだわ。前科二犯、あ、二犯なら入る。今作6文字までだから。じゃあ前科持ちにしよう、こいつ名前。よし、前科持ちを手持ちに加えました。加えちゃいけないだろこれ。いっぱいいる。いっぱいいる。前科持ち増やしたくないんだけど。なんだこいつ、なんだこいつ、きっしょ。カメ、カムカメ。なんか昭和のアニメの名してるわ。名前何、水五郎にするじゃん。名前劣化品にするか。じゃあ劣化品を手持ちに。なんだ、なんか当たってきたぞ。え、なにこの猫。あー、チョロ猫ツタージャマラカッチココロモリハハコモリ、チョロ猫ツタージャマラカッチココロモリハハコモリ。なんかあったよねそういう歌。ちょっと待って、エロってコメント何。チョロ猫が感じ方人それぞれだな、やっぱ感性豊かだわ。まあでもいいか、これはボックスに返そう。結構レアドロっぽいのかな、レアドロ。おー来たー、押すこい押す。俺の相棒ポケモンジグザグマ。俺の、そうだな、俺の名前つけるか。ラグーザつけてやろう、お前に。でも俺サチオにちょっと俺が愛すわ。前科持ちもね、進化が気になる。前科持ち進化したら執行猶予になる。どうする、持ってくじゃあこいつ。ぼんじりとかにしよっか。ぼんじりがどの部位かわかんないけど、ピューって吹けてないんだけど。は、いやこっちがハテナだけど、お前普通に歩いてんじゃん。よし、電気タイプゲット。手持ちに加えて、いやクワガノンじゃない、前科持ちがちょっとわかんないからな。サチオキーポケになる。サチオ、サチオ信じると。だって劣化品が、わかった、サチを信じるわ。八文じゃ電気タイプで一応入れとくわ。んー、ば、おい、え、早くね進化。はは、や、見せてくれるのか、見せてくれ、お前の真の姿を。え、え、なにこれ。あ、ちょ、違う違う違う。あ、
まだ成長中だから。テントウムシっぽいね。光の壁、念力いっぱい覚えたね。なんだこいつ。太鼓の達人のかっちゃんじゃんこれ。何する名前。ゲリゲリゲにするか。じゃあかきくけげ、あ、ちょっと待って、け、え、あ、まあ、一回けで。こんにちは。なにこいつ、見たことない。ひめんか、なにそれ。なにこいつ、殴るとさ、あ、なにこいつ、なんかちょっと陰の匂いするよね。陰の匂い、あ、陰の匂いするぞ。陰の匂いがプンプンするぞこいつ。うん、え、ゴミ袋いるんだけど。こいつ臭いでしょ。臭い確定でしょ。ゴミ袋ってつ、なんだよこの、このポケモン見れば見るほど意味わかんないんだけど。とりあえず燃やすか。ゴミは燃やさないと。ゴミ袋交換であげる。ゴミ袋あげるか。今あの石拾ってたから。なんなんだこれ。これいけないかな。ちょっとこいつ育ててみたいな。ドリューズ。あ、え、ドラゴンタイプいんの。うん、え、何、何。お前嘘でしょどうせ。いや本当エミコ、お前さ、ケムシ見て、あ、ドラゴンだ。違う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 、ま、そんないっぱいいたから。エミコってなんだっけ。エミコ、いや、エミコって名前なんだけど、なんかキバコ持ってるんだもんね。何それ。あれキバコ、それ木の箱でしょ。違う、うわ、もう言ってればいいよ。それ泣くのその二人なんだからさ。いや俺ドリランド、ドリランドゲットしたし。マジかって言ってる。何ゴリランド取って。うん、サチオもいいわ。カイコ、お前あのテントウムシ絶対育てろよ。これでちょっとやってみるわ。テントウムシちゃんと。絶対テントウムシでしょ。サチエ、私が。お前責任持って育って。サチオ800族おかしいじゃん。ワンパチ進化すれば4パチになるよ。ワン1パチ5スローってこと。おや、こいつなんだ、なんだろうって思ってたんだよな。は？ゾラマグダラオスじゃん。サチオはいらない。絶対サチオいらないわ。サチオはあのシーナが育ってるから今。サチオの種族値4桁ってマジ？イブイ。よし、ニックネーム。ニックネーム何にしようかな。まあ、とりあえず、とりあえずこいつをボックスじゃない、手持ちに入れて、あ、いいの犬すればよかったな、確かに。進化すると、ちょっと待って、よかったー、育てなくて。あ、なんか、怪盗みたいになってんじゃん。解決ぞろり。何この、え、何この子、この子欲しい。ください、これ。エレズンよ、エレズン。発見された卵を。連れ歩いてたら生まれたエレズンで、あんた育ててよ、しびれるポケモンなんだから。え、くれたんだけど。何もかも思い通りじゃねえかこの世界。でこれでクソガキじゃ手持ちに加えようかな。ビビじゃない、クソガキ。クソガキを手持ちに加えて都合いいをボックスへ送ります。うわー、好き。こいついいね。水タイプ焼いて食うか、こいつ捕まえて。まずはモンボ。うわ、美味しそう。クソガキいらなくね？晩飯ゲットだぜ。使ったことないけど、ああいうなんか、普通にもらえるポケモンって、多分弱いんだよな。うわ、久々見たわ。チョンチー！おたまトーン来たぞ。おたま、トーン。6文字入るから。やったー！ゲンガーだ！ゲンガーではないけど、正確には。ゲンガー作ろう！ゲンガー作ろう！やっぱりあの600族だっけ、なんだっけ、600族じゃねえや。スピードが異様に速いからゲンガーは。あ、え、こいつ好きなんだよね割と。ヨドワールが好き結構。ウィーゴーストー、いるかいゴーストー、ゴーストー、ゴースト？ゴーストじゃない。ゴースト？ゴーストじゃない。ゴーストー。ゴーストどこ？ゴーストー。この辺であったよな、ゴースト。ゴーストでだいぶ時間食ってるけど。あ、ゴースト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 、ゴース
ゴースゴイゴイスー。まずニトちゃん入れてみるか。多分死なないんじゃない、等倍なら。もろいー、思ってる8倍もろいー。じゃあいったー、ランスー、はいランスー。じゃあスーパーボール、はい。とても投げる隙のある相手ではない。35レベルまでだからこいつ、あ無理じゃん、死ねえ。あでもなんか今ちょっと掴んだぞ。もう一回やってみていい、もしかしたらだけどね、こういってこういけば出てくるという。出てくる再現性があるんだけど、これはわざとゴースの出し方。やったー、捕まえた、ゴースあるいは、もうダメだ、入んねえわ。名前ワザップにしたらよかったな、確かに。ぼんじりじゃあ、カイコで。もうな、ブラボであるんだよ。ゴース、あるいはゴスムみたいな、なんか言ってる、ブツブツ言ってるやつがいるんだよ。名前変えるか、ワザップに。ゴーストの名前。こいつは実際ワザップで捕まえたからな。じゃあちょっと、いいっすか？先に進化したい？バイバイクソガキ。クソガキを交換に出してしまった、とうとう。お前クソガキが何か分かってる？お前クソガキ、お前。何こいつ？何このポケモン？何このポケモン本当に？デスマスって何？敬語の勉強でも始まったか？いいね、デスマスって名前。始まった。あ、見つかった。始まった。カスが来たー。カス。するやつは負けんね。ゴミ。じゃあなー。ああ、ボコったボコった。まだ始まってないんだけどね。そんなもう勝ちですよこれは。マッチングした時点で相手の負けが決まった。じゃあ行きますか。クザ何もらうの？違う。俺ももらえんだよな、そうだよな。何もらおっかな、ちょっとヌオもらおっかな、うぜえし。あリリム、木箱ちょうだい。木箱ダメ。いや、ダメ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 、いないよそんなポケモン。おいおい、学生と思ってんのか。ロケット団の命令はお見通しなんだよお前。捨てたそれはひどいだろ普通に。ゴミ、お前ゴミポケモンあげるからさ、あ、しろよリリム。待ってよ、こっちだってさ順番があんだよ、順番が。順番が今変えてんだよこれ。順番はどうやっていいだろ。あ、いたいたいた。リリムにこれあげよう。結構大事にしてたポケモンあげるわ。じゃあ、あ、本当？うん、メッソンが。いやージム1個目にして人の御三家取るポケモンなかなかないからな。あ、間違えた。次のジムどうすればええねん。あ、でもちゃんとまともな、ありがたいありがたい、スタメンは渡すから。水のこれを、確かにこれを育てます私は。そう、多分詰まることはないと思う。その物語中逆にこっちの方がいい可能性もありますよね。まあ希少価値で言うとちょっとあれだけど、しかもそいつ滝登りも覚えてるから。いや、こっちのが強いわ。リリム大切に大切に育てるよ、俺があげたポケモン。いや、うちのエミコはさ、すごい物音に敏感だから、あの、穏やかな性。ああ、わかったわかった。すごいね。わかったわかった。虐待されるから。わかったわかった。本当に。ねえ。大丈夫大丈夫。大切に育てるわ。ゴーミーって何、ゴーミーって。え、これ伝説のポケモン一歩手前ぐらいのポケモン。わあ、いけーこいつ、一緒かお。ゴーミー。バイバーイ。いやマジさ、なんか自分のポケモンゴミとかいうやつにエミコあげたくないんだけど。いやそれゴミだし、実際ゴミだし。ポケモン見ねえ。いや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 、ゴミだし実際。心が痛いわ。痛いわこんなさ。いやシーナに刺さってるもん。なんかさ、愛してくれるかもしれない。リリムちょっと作戦立てよマジで。ドラゴンタイプー。ありがとうございます。あじゃあ。お元気で、また6時間後、じゃあな。奪い取ったったわ。奪い取ったってやりましたわ。
じゃあ育てようぜこの木箱。